ました。よいしょ。さあ中へ入ってみたいと思いますけど。あれ。どう。あ、山間さんじゃないですか。どこへ行かれたんですか今日。私リキゴルトと申します。あ、リキゴルトさん。どうもお疲れ様でございます。いや今日は参ったね、混んでて。いや今混んでましたね。ね。あ、びっくりしました。最悪。これ飲まないとちょっと。いやちょっと飲んでください。飲んでいった方がいいよ。うん、顔焼け。ポコポコってなるよ。顔焼けたね。うん、最近もこういうの飲まないと俺もう体力持たないんですよ。俺。ごとさす。どうぞ。それご意見がない、うん？どうぞどうぞ。あ、いよいよ山本さん下がってよ。ちょっとほら山本さん社長とそこで並んでよ。ちょっとね。あ、で映ってる？あれもう山本さんせっかくこの間少し俺置いたんだけどさ、あ、まだあった。あ、皆さんありますね。今日は同行させてもらいました。あれ、カンチャンネルないの一枚しか。お山、あ、あるじゃん。あ、先行出たんですね。皆さん、あの日の丸さんは釣り具が安いですからね。どうぞお立ち寄りください。僕の暁の発着はまだ来ません。いつ来んの社長。ダメなの、もうこういうの作るのやめて暁いっぱい作れって。いただきます。あれ、お、ありますね。沼次郎さんもまだ貼ってありますよ。いや、どうも笑うヘラブナさんね。じゃあごゆっくりちょっと見てってください。ありがとうございます。爆買いしていいよ。めったに来れないですからね、うん、爆買いしないと。もう日の丸さんの動画俺結構上げてるからもう撮るとこがなくなっちゃったよ。山さん、これのさ、はい、この赤いやつ、あ、はいはいはい、これのさ五尺っつうのがあるんだよ。これか、五尺いいですね。五尺どこで使うんですか。あのうさぎやつ、ヘラブラセンター。あれ、矢倉はいつ発売でしたっけ。新鋭さんの矢倉は11月ぐらいじゃないですか。あ、隠しいっぱいありますよ。わお、あ、全部、わお、すごいな。いやいやいや、よいしょ。万力付き 2.1m。 こっちにもある。これ前やったんだよな、万力付き。これ大砲万力、1本半。
リューク108円。ほら、まさかバタギ。あ、これさ、あれサイドだ。これこれ、こっち。このさ、バタギ。これだっていくらだ ?171%。こっちよりこっちの方がいいな。こういうやつも。あ、そう。またいて座って。ああ、ヤーマンチャンネル視聴者。はあ、ひしってした。明日も誘われてんだけど、明日はね、国会側吉野、はい、ちょっともう疲れちゃったから行けねえや。もう年はダメだよ、社長。まだまだダメだもん。ボケボケだよ、もう。視聴者さんいましたね。ステッカーあげたの？ステッカー。あ、もうこちらに。あ、そう。すごいよ。よし。はい、じゃあすいません、この辺で日の丸釣具店の動画を終わりたいと思います。よかったら、コメント高評価グッドマークよろしくお願いします。この辺に私の顔写真出ますので、そこをポチリしていただくとチャンネル登録できます。最後までご視聴ありがとうございました。日の丸釣具店から以上になります。ポチッ。